今回は大豆ミートのデメリットについてお伝えします。大豆ミートのデメリットは大まかに7つほどに分類されます。デメリット1、大豆ミートの定義が不明確。大豆ミートは現時点では定義が決まっておらず、どんな原材料が入っているものが大豆ミートなのかが不明確です。例えばメーカーが勝手に大豆ミートと名付ければ何でも大豆ミートとして販売することができてしまいます。大豆が入るのは当たり前ですが、実際は少ししか大豆が入ってないにもかかわらず大豆ミートとして販売できてしまう現状があるため、公正な規格を設ける必要があります。デメリット2、加工度が高いと添加物が多い。大豆ミート製品は加工度が高く、何度も精製されたり添加物が加えられたりします。そのため大豆ミートをハンバーグやハムの状態で流通させるには、保存性や美味しさを安定させるために多量の食品添加物が欠かせません。しかしリアルな肉にも添加物が加えられたりしているのはご存知の通りで、添加物が多いことだけが一概に悪いということではありません。大豆ミートの加工食品には添加物の少ない商品や無添加の食品などの選択肢が少ないことが問題でした。そんな中、無印良品やマルコメなどの大手メーカーが添加物の少ない大豆ミートの開発に成功し、現在ではスーパーでも見かけるようになりました。デメリット3、消費コストがまだまだ高い。大豆ミート製品の価格はリアルな肉と同等、またはやや高めの設定となっていることが多いです。理由としては、大豆ミート製品自体の流通量が少ない、直近の大豆価格の高騰という2つが挙げられます。大豆価格高騰の背景には大豆の需要が高まっていること、ひいては大豆を大量消費するアメリカや中国などの大国の影響が大きいと報告されています。今後は今まで以上に大豆ニーズが強くなると想定されていますので、大豆価格の高騰は簡単には解消できないデメリットとして考えていく必要があります。デメリット4、一部商品では塩分、カロリーが高くなる。一部の大豆ミート製品では添加物だけでなく塩分やカロリーが高いものがあります。理由はリアル肉よりも大豆自体の旨味やコクが弱いため、消費者が満足する味を追求するにはリアル肉よりも添加物を使用する必要が出てくるからです。しかし最近は大豆ミートに発芽大豆を使うことでアミノ酸をアップさせる技術が開発されました。大豆社という会社の発芽大豆を使った大豆ミートは旨味成分が多く、発芽したての大豆を使うことで油脂感もあるためジューシーな味わいで、今後の躍進が期待されています。デメリット5、大豆の取りすぎとなってしまう可能性。当然といえば当然ですが、タンパク質を取る素材が大豆中心になってしまうため、特にビーガンの生活では大豆を取りすぎになりやすいです。現時点では大豆を取りすぎたとしても悪い影響は報告されていませんが、今後の研究で悪い影響が報告される可能性はあります。デメリット6、動物性の栄養欠如。当然のことですが、大豆ミートには動物性の栄養素が入っていません。その観点から見たとき、最も注意すべき栄養素が必須アミノ酸です。必須アミノ酸とは人が体内で作ることができないアミノ酸で、9つのことです。必須アミノ酸にはメンタルの安定や筋肉の修復などいろいろな効果が報告されており、できるだけバランスよく摂取することが理想的です。しかし大豆ミートしか食べない場合、この必須アミノ酸のバランスが悪くなるため体調の変化が出る可能性もあり、注意する必要があります。デメリット7、食肉業界の市場が小さくなる。大豆ミートの市場規模は右肩上がりで伸びることが予測されています。現段階では競合する畜産業界も世界的には伸びる予想ですが、家畜の飼料、建物、流通など畜産業周辺の業界も多く、畜産業そのものとその周辺産業全体が環境破壊を招くリスクがあります。そのため食肉業界の市場の一部は大豆ミートや代替肉などの製品に置き換わる可能性が高いと考えられています。